Google AdSense は Google の提供しているコンテンツ連動型広告配信サービスといった4つの種類がある。Google AdSense 日本では2003年12月一般向けに募集を開始、ブロガーなどに広まり急速にシェアを広げた。広告の内容はコンテンツに連動したものか、ユーザーの Google 検索履歴を HTTP クッキーに保存し、検索に関連した広告が、 自動的に配信される。初期費用や月額料金などは一切かからず、サイトを所有していれば、誰でも申し込みが可能であるが、サービスを開始する前に、Google の審査を通過する必要がある。アドセンスポリシー、または Webmaster ガイドラインに準拠していることが求められる。アダルト関連のサイトや、暴力的なサイト、極